日本のプロ野球では、日本で行われるプロ野球全般について述べる。日本野球機構では公式戦として、ジェラセントラルリーグとパシフィックリーグ、日本生命、セパ交流戦、マイナビオールスターゲーム、クライマックスシリーズ、SMBC 日本シリーズ、それにファーム公式戦を開催している。日本で単にプロ野球といえば通常これらを指す。日本野球機構参加には、 ジェラセントラルリーグとパシフィックリーグの2リーグがある。両リーグ各6球団を要し、計12球団の陣容は下記となっている。ホームゲーム開催地、編集ホームゲーム開催地観客数、編集以下に2005年以降のペナントレースにおける主催試合での1試合あたり平均観客数の変遷を示す。同年以降に記載を限ったのは2004年シーズン中に発生した。 プロ野球再編問題の結果、翌2005年シーズンより観客数の発表が実数に切り替わったこと。2005年シーズンよりパリーグでは従前のオリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズが合併し、オリックスバファローズという一つの球団になって参戦している。また同シーズンより東北楽天ゴールデンイーグルスが新規参入で加わった。この結果、同リーグは 従前同様、6球団で維持されている。買収により、2005年シーズンにより、福岡大英ホークスが福岡ソフトバンクホークスに、2012年シーズンにより、横浜ベイスターズが横浜 DNA ベイスターズになった。本拠地球場変更例として、広島東洋カープが2009年シーズンに、広島市民球場から、マズダズーム、ズームスタジアム広島に移転している。 ちなみに2004年シーズンより、現行の北海道日本ハムファイターズが、東京ドームから札幌ドームに本拠地球場を移転しているが、さらなる移転の構想がある。本拠地球場の変更がなくとも、フィールドシート設置や改築による座席増設なども行われているため、平均観客数に影響を与えている。なお、NPB12 球団は、8球団が3大都市圏に所在し、 4球団が、殺戦、幸福の、各都市にある、二軍組織、編集球団の運営母体の業種、編集1950年のセッパ分立時には、鉄道系7球団、新聞系4球団、映画系2球団、食品系1球団、独立系1球団であった、球団の編遷、編集2008年までの日本野球連盟、日本野球機構所属球団の編遷、 2012年からは横浜ベイスターズが横浜 DNA ベイスターズとなっている。新規参入に際して、詳細は、日本のプロ野球監督一覧を、三少年間カレンダー、編集、あくまでも、おおよその目安であって、この通りに行くとは限らない。試合開始時刻、編集四国アイランドリーグプラスは、下記の4球団によって構成される。2004年の創設当初の名称は、 四国アイランドリーグで四国4県の各1球団が加入して2005年シーズンを行った。2007年12月、福岡、長崎の九州に球団が新規加入したのに伴い四国、九州アイランドリーグに解消。2008年シーズンから6球団で公式戦を行っていた。福岡は経営難に伴い2009年で一旦リーグ戦への参加を休止し、 2010年は後、球団で開催された。福岡は、事務所は存続し、順加名球団として新たなスポンサーを探して2011年の復帰を目指すとしていたが、2011年の復帰は見送られ、また、長崎セインツは2010年シーズン限りで撤退、解散した。一方、休止が決まった、ジャパンフューチャーベースボールリーグから、 三重3アローズが加盟して2011年度より参加したことに伴い、四国アイランドリーグプラスに解消。しかし、三重は2011年度限りでリーグを脱退し、解散。2012年度以降は四国4チームで公式戦を開催しており、福岡の復帰は実現していない。資金は4億円ほどである。ベースボールチャレンジリーグは、下記の12球団によって構成される。 2006年の創設当初の名称は、北信越ベースボールチャレンジリーグで、新潟、品野、富山、石川の4球団が加入して2007年シーズンを行った。2007年11月、群は、福井の2球団が新規加入したのに伴い、現名称に解消。2008年シーズンからは6球団で公式戦を行った。2015年シーズンから福島。 武蔵の2球団が加入して8球団となり、さらに2017年度から栃木及び滋賀の2球団が加入、19球団となった。2019年に茨城が加入し、11球団となる。2020年シーズンからは神奈川がリーグ戦に参加し、12球団となった。2020年は日区制で開催予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 三区制に変更された。また、静岡県浜松市に事務所を置く、静岡県民球団が将来の加盟を前提にした、球団設立活動を行う、準加盟球団の承認を受けている旧、関西独立リーグは2009年シーズンより開始、大阪エキスポセブンティーズや三重スリーアローズが加入する、予定があったが、いずれも独自にリーグを結成する方針に変更した。また、 初年度参加の大阪ゴールドビリケーンズは2009年のシーズン終了後に脱退し、2010年シーズンから韓国人選手主体のソウルヘチが加盟した。2011年からは大阪ホークストリームのほか、2010年限りで休止した神戸級クルーズの選手を引き継いだ、兵庫ブルーサンダーズチームの権利を引き継いだ。一方、赤シレッドソルジャーズは代表者の死去などに伴い、 2011年から活動を休止した。2012年度は06ブルズとヤマトサムライレッツの2、球団が加入する一方、大阪ホークストリームやソウルヘチワリーグ戦への参加を休止した。2012年度終了後、大阪ホークストリームはリーグを脱退して、クラブチームに変更。神戸サンズとヤマトサムライレッツは活動を休止した。このため、リーグ発足当時から残っている球団は、 奇襲レンジャーズのみとなっていた。2013年度は奇襲、兵庫、ックブルズの3球団であった。シーズン終了後、奇襲と他の2球団が運営方針をめぐって対立し、全球団が脱退したためリーグは事実上活動を停止した。兵庫とックブルズは新たにベースボールファーストリーグを設立した。 ジャパンフューチャーベースボールリーグは、下記の2球団によって構成されていた。2010年シーズンより開始。ミエスリーアローズは当初関西独立リーグに加盟する予定だったが、関西独立リーグの既存球団との間に、選手の給与水準やリーグ運営方針に関して、意見や理念の相違があったとされ、そのために2009年10月に関西独立リーグからの脱退を決定し、 独自の独立リーグを結成する運びとなった。10月13日に新リーグの名称をジャパンフューチャーリーグと発表。同年12月1日にジャパンフューチャーベースボールリーグに解消した。また、関西独立リーグの初代王者である大阪ゴールドビリケーンズもミエスリーアローズと同様に2009年10月に関西独立リーグからの脱退を決め、 ジャパンフューチャーベースボールリーグへの参加を表明した。2010年は四国九州アイランドリーグとのしかし大阪球団の選手の不祥事によりスポンサーが撤退するなど経営問題が浮上し、2010年9月に2011年度のリーグ休止を決定した。上記の通り、三重は2011年度は四国アイランドリーグプラスに参加した。沢上関西独立リーグは 下記の4球団によって構成される。発足から2018年12月3日までのリーグ名はベースボールファーストリーグだった。旧関西独立リーグの不死にあるように2013年12月にリーグの運営方針をめぐって奇襲と対立した兵庫ブルーサンダーズとレイロクブルーズによって設立が表明され2014年になって設立された。 姫路ごとワールドを加えて2014年4月に開幕した。基本的に選手が無休という点は解散時のキャンドックと同じである。2016年度限りで姫路が活動を休止し、一方2017年度より和歌山ファイティングバーズが加入したため2018年度まで3球団で運営された。 2019年度より、堺市をフランチャイズとする堺シュライクスが加入し、4球団での運営となる。北海道ベースボールリーグは、2020年よりリーグ戦を実施し、初年度は、下記の2チームにより運営される。選手はシーズン中も、球団の地元で就労しながら練習、試合を行い、チームに監督を置かないなど、過去の独立リーグとは異なる方針を採用している。 2020年度より始動する琉球ブルーオーシャンズは上記の独立リーグには加盟せず NPB が参入枠を拡大した場合に加盟することを目標とする。試合は NPB のファームや上記の独立リーグのチームのほかアジアのプロ野球リーグのチームとの交流戦を実施する以降。なお、リーグには非加盟のまま琉球は 日本独立リーグ野球機構に参所会員として加盟している。NPB で現役を終えた引退選手によるリーグであるプロ野球マスターズリーグは下記の5球団によって構成される。2001年より NPB で現役を終えた選手によって主にプロ野球のオフシーズンである冬季にリーグ戦を開催していたが2008から2009年シーズンをもってリーグ戦は休止。その後は リーグ戦再開を目指しているが、2019年現在、再開には至っていない。女性によるプロ野球リーグとして、1950から1951年にかけて日本女子野球連盟が存在した。2010年より日本女子プロ野球機構によるリーグが開始され、59年ぶりに女子プロ野球リーグが復活した。一方、2009年に発足した。 関西独立リーグにおいて、吉田恵里が神戸旧クルーズに入団、男子リーグでプレーする、初の女子プロ野球選手となった。吉田は2013年に石川ミリオンスターズに移籍。2010年に、増田理恵が赤市レッドソルジャーズに入団し、二人目となった。2013年現在、NPB 及び四国アイランドリーグプラスでも、女子選手のプレーが認められているが、 現在まで所属した女子選手は現れていない。2004年に起こったプロ野球再編問題と四国アイランドリーグ誕生の影響もあって、当時は全国各地に独立リーグ構想が持ち上がった。ルートイン BC リーグのように実現した独立リーグもあるが、資金面などの問題もあって実現までに至っていないものも複数存在する。 社会人野球を統括する日本野球連盟はリーグ所属選手について2005年から2008年までは社会人などアマチュアと同等に扱っていた。しかし2009年に日本野球連盟は国内の独立リーグに関する取扱い要領を制定し NPB 同様プロ選手として扱われることになった。2010年からは独立リーグ対談者は対談翌年度に 社会人野球選手登録ができない制限も追加された。その後、2014年11月にすべての独立リーグ対談者に対して登録者数制限が適用外となり、日本独立リーグ野球機構所属リーグ並びに参助会員チームの対談者に対しては登録期間制限も適用外となった。一方、日本野球機構は外国人及び NPB 在籍経験のある独立リーグ選手に対しては移籍の形で NPB 球団と契約することを認めているがそれらに該当しない選手についてはプロ野球ドラフト会議での指名を受けなければ契約できないこの点について独立リーグ側は選手の経歴によらず移籍可能にしたいという意向を持っていると報じられている独立リーグの選手も NPB 同様に プロ契約を交わして球団から報酬を受け取っている。ものの、その額は NPB と比べ極めて少ない。解散時点のキャンドックは完全無給制で同リーグを脱退した球団によって設立されたベースボールファーストリーグさは上関西独立リーグも同様である。そのため、オフシーズンに副業を認めるリーグも存在する。また、2020年より開幕した。 北海道ベースボールリーグはシーズン中も球団地元の企業や農家で選手が就労する、携帯を採用する。各年の日本プロ野球も3勝以下のうち、1949年の日本野球機構発足以降で、突起のないものは NPB の事象を指す。ドーピングに対しては、平成19年から機構独自の検査を行い、罰則を設けている。 日本アンチドーピング機構には加盟していない。2017年度シーズンからは血液検査も実施される。2003年に暴力団等排除宣言。12球団野球場等でプロ野球暴力団等排除対策協議会を結成。2016年前年に野球賭博問題があり、改めて反社会的勢力の遮断の必要性があるとのことから、 各球団に身元確認などを強化する、要要請。野球協約の改定も、検討課題と報じられた。1964年、東京オリンピックシドニーオリンピック 2002FIFA、ワールドカップアテネオリンピック、北京オリンピック古くは、日本運動協会と、天活野球団が、1923年に、ソウルで、プロ球団同士の海外試合を行っている。プロ野球リーグ戦開始後、 初の公式戦海外遠征開催は、1940年に行われた満州リーグ戦である。満州に参加全球チームが総遠征し、7から8月にかけての掛けリーグ戦を開催した。翌1941年も開催する予定だったが、日中戦争の選挙区悪化の影響で取りやめとなった。戦後は1961年5月20日に当時、アメリカ占領下の沖縄は、 オーサニア球場で、西鉄ライオンズ対、東映フライヤーズ戦で戦後初の海外遠征が開催された。2002年5月14、15日には、台湾の台北市で、福岡大英ホークス対オリックスブルーウェーブ戦が開催された。2005年にも、韓国のソウルの三室球場と富山の社食球場で、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、戦が6月28、 29日に予定されていたが、韓国プロ野球の LG ツインズとトサンベアーズが3室球場を本拠地として使っているため、空き日がなく試合が不可能となり、代わりに二川の文革球場で試合することに決めたが、再算が取れないと判断し、同年3月9日に開催取りやめを発表した。このほか、2014年の開幕戦、 巨人対阪神を日本プロ野球創立80年記念としてアメリカ合衆国で開催する計画もあったが予算その他の理由により同年度の開催を見送っている。なおアメリカ開催に際しては当時の日本プロ野球コミッショナー加藤良造が強く熱望していたと言われている。NPB によるプロ野球中継は巨人戦ナイターをメインとして黎明期からラジオやテレビの地上派で 全国放送されてきた。しかし、ゴールデンタイムの視聴率低迷で放送が減少しているが、報道量上位競技では、プロ野球の比率が非常に高く、視聴率の低さに対して、報道量は多い。2007年から2009年にかけては、2位3位に、対して、約2倍の報道量である。近年の全国放送は開幕戦や週末でゲーム、日本シリーズなど少数だが、 衛星放送の多チャンネル化で民放系 BS 放送局や J スポーツ、ルビなどで特にパリーグ主催試合を中心に放送が増えている。2000年代後半からはダゾーンなどインターネットで配信する事例も多くなった。2012年には地上波の視聴率が低いことから読売ジャイアンツが日本シリーズに進出したにもかかわらず日本テレビ系列のラジオ日本が 日本シリーズの放送を行わなかった。また、2017年には TBS ラジオが関東キー局では初となるプロ野球中継から全面撤退している。さらに、衛星放送局の日本 BS 放送では四国、九州アイランドリーグとベースボールチャレンジリーグによる一部の公式戦も中継していた。NPB では基本的に試合の放映権は各球団が管理している。 ヤシタイトル投資タイトル表彰機構外の協賛による表彰機構外からの表彰廃止歴代獲得者一覧ありがとうございます。